パリーグ西部3から1日本ハム、2024年7月27日エスコン F、西部竹内夏樹投手、23が6回3分の2を7安打1失点の高騰。自身の連敗を2で止め、7月4日のソフトバンク戦以来3試合ぶりの6勝目を挙げた。2回は西から安打と死球で1、2塁のピンチを招いたが、 伏見を147キロ直球で空振り三振に仕留めた。6回は1死2塁からマルティネスを空振り三振、野村ウィーツジャヒに仕留め、失点を許さなかった。7回2し12塁の場面では右の水谷に代わって左の聖宮が代打で登場する、奇襲、で敵地打を許し、マウンドを降りたが、十分な高騰でチームに後半戦初勝利をもたらした。